どうも、パーシーチャンネルです。今日はですね、新しい作品のアップではなくてですね、皆さんもね、ご存知の通り、安倍元首相が先ほど、病院の方で亡くなられたということでですね、ちょっと動画をアップしました。どうも、パーシーチャンネルです。今日はですね、新しい作品のアップではなくてですね、皆さんもね、ご存知の通り、安倍元首相が先ほど、病院の方で亡くなられたということでですね、ちょっと動画をアップしました。今日のお昼頃ね、奈良県で街頭演説の応援ですよね、きっとね、参議院選挙が今やってまして、あさってですね、7月10日投開票の参議院選挙の自民党の応援で演説をね、奈良の方でされてたところを、後ろから散弾銃で撃たれ、病院に運ばれましたが、先ほど6時前にですね、亡くなったってニュースの速報を受けましてですね、いやー、とてつもなくショックを受けました。まあ、ショックを受けない国民はきっといないとは思うんですけども、とてつもなくね、落ち込みました。安倍元首相のことがね、好きだったか嫌いだったかとか、そういう問題よりもね、前にやっぱこの民主主義の根幹であるね、選挙活動中に何者かがですね、言葉で攻撃するんじゃなくて、武器を使って相手のことを死に至らしめる行為っていうのが本当にショックで、しかもやっぱ安倍元首相といえばね、戦後一番最長の政権をね、になってきたリーダーでもあり、まあ、2回目もね、ご病気で首相は辞意されましたけども、それからも自民党のためにですね、今日も暑い中街頭演説をねされてたわけなんですけども、まあ、自民党のためにですね、首相を辞めた後も一議員として自民党のことをずっと応援し続けて来られたっていうね、政界の中でもやっぱ安倍派っていうのは今では最大の勢力だって言われてるぐらいの、その安倍首相本人が今日凶弾に倒れてですね、亡くなられたということで、本当にショックを隠しきれなくてですね、本当にもう声も出ないぐらい本当にショック受けました。そこでですね、今日本当はパーシーチャンネルではですね、ストーリーの第138話ですか、四国志編の第9話をアップしようと思ってたんですけれども、やっぱりこう楽しいことをね提供する気にもなれずですね、まあ、しばらくこの週末はね、とにかく喪に服していたいなっていう気持ちになったので、今日この動画を撮影させていただきました。やっぱり本当ね、日本のね、国家元首であるね、天皇陛下が崩御された、亡くなられたわけでもないんですけれども、やっぱり戦後最長のね政権を担ってきた元総理、そしてね、いろいろ盛りかけ問題とかね、問題もいろいろありましたけどね、奥様の昭恵夫人の問題だったりとかね、いろいろありましたけども、やっぱり一回第一次安倍政権一回ね、まあ、ご病気で辞めて、2回目またねやろうっていうのにはきっと悪い気持ちはなかったと思うんですよ。やっぱり日本のこと考えてて、2回目、もう1回やって、なんとか日本をもう1回取り戻す、最初の時は確か美しい国日本をっていう何かスローガンでやってたと思うんですけど、2回目の時は
日本を取り戻すと、かつての昔のね強い日本を取り戻すっていう安倍さんの意思が入ってたと思うんですけども、やっぱ安倍さんが一人でね全て決められるわけでもなく、まあ、官僚もいれば、その安倍さんのもっと 上にはねグローバルな勢力がバックにいて、やりたいことができなかったこともたくさんあったと思いますけども、やっぱり日本の食料自給率が今 40% 台、農業が廃れてきて田んぼをどんどん減らすなんていう政策をね変えて、農業をもっと復活させるんだっていうやり方とかですね、まあ、日本の経済を立て直すために3本の矢っていうのをアベノミクスとしてやったりとかね、やっぱり2回目もね結局そのご病気で辞めたわけなんですけども、その後でもずっと頑張ってこられたわけですし、もう本当だったらもう67歳だし、もう政界も引退してね隠居してもいいんじゃないのかななんて思ったりしたんですけど、やっぱり自民党の議員として残って、これからの自民党の党員たちのために今日だって街頭演説のね熱い中サポートされてた最中の事件だったので、やっぱり日本のことを考えてたっていう点ではですね、本当にそれは間違いなかった、すごく頑張ってこられた方だったんだなと僕個人的にはですね認識してます。いやこれでだから本当ね自民党の岸田首相をはじめね皆さんもっともっと団結してですね、安倍さんのね意思を継いでもっとより良い日本を作るためにね、これから頑張ってくれることを切に願ってますし、パーシーチャンネルは今日金曜日ですけど少し喪に服させていただきたく思いましてね、来週8話9話とね、アップさせていただこうと思いますというね、今日は本当全然チャンネルとは関係ない動画でしたけれども、本当安倍晋三元首相に本当敬意を持ってですね、本当にご冥福をお祈り申し上げます。以上です。ありがとうございました。